It's Brocky, and I'm back again with another episode of Amnesia Later. So we are starting at Kent's after story today. Let's get to it. September 10th. What a relief. I still have about 15 minutes before our meetup time. Is it because I'm nervous? Is that why I'm so early? I wonder if my hair is messed up. ずいぶん慌ててやってきたな。待ち合わせに遅れるとでも思ったのかな？だとすれば、君の時計の針は10分以上も進んでいることになるが。No, that's not it. だが、まあやっと私の存在を認識してくれたようで、大変結構。しかし、私がいることに気がつかないとは、君らしくもない。Ken's right. A man like him stands out. He's my boyfriend. How did I not notice him? ああ、そうか。ゆうべ、電話で緊張して眠れないと言っていたが、それは今夜、私の両親と食事会があることが原因だろうか。そしてそのストレスが、君の注意力を散漫にしてしまったと分析するが、どうかな？Well, yes. Anyways, Kent, you're pretty early today, too. You normally arrive exactly on time. 曖昧な返事でごまかして逆に質問を返すのは感心しないが。だが、まあいい質問だ。そしてその質問に対する私の答えはこうだ。なぜか今朝、いつもより早く目が覚めた。起床予定時刻の2時間も前にだ。You even have scheduled waking times? All right, my dude. そして、起きてすぐ君のことが頭に浮かんだ。Me? なあ。具体的に言うと、今君は何をしているのかということや、どんな服を着てくるのだろうかということ。I didn't think you cared about that kind of stuff. だが、最も考えたのは、食事の前に二人でどこかに出かけようという約束を君が覚えているだろうかということだ。Kent, I would never forget a promise like that. その通り。だから自分でも君が約束を忘れているはずはないという結論にたどり着いた。だが、どうにも気になって仕方がなかった。そしてすぐに準備をして家を出た。その時点で君の携帯に連絡をすることも手段の一つだったが、もしかするとまだ寝ているかもしれない君を叩き起こすのもどうかと思ったものでね。Does that mean you've been waiting for me here the whole time? まあ、結果的に言うとそういうことになるな。I'm so sorry. I should have come earlier too. なぜ謝る？君は約束の15分前にはやってきただろう。But... では、一応補足しておこう。君を待っている間に、次の学会で発表する論文資料に目を通していた。決して無駄な時間にはなっていない。だから君が気に病むことはない。私が早く来てしまったのは、ただ単に、私が君に会うのを待ちきれなかったという。You're the cutest. ただ、それだけのことなのだからな。わかってくれただろうか。Okay. 外で本を読むというのも気分転換になって悪くないな。結果的に
良い収穫になった。この調子でいけば、次の学会発表でロンドン行きを決めることができるだろう。I'll do my best to earn a spot on the exchange program too. ああ。しかし、君は語学に関して課題が多い。言語が自由に扱えなければ、推薦留学生になったとしても、向こうでの生活は厳しいだろう。I know. ロンドンでは、フラットシェアという形式で暮らすことになる。キッチンやシャワー、トイレといった水回りを共同で使うアパートのことだな。部屋は個室だが、ある意味で他人との共同生活をすることになる。そうなると、英語以外にもいくつかの国の言語を習得しておかなければ、日常生活に支障が出る。だが、まずは英語からだろうな。これができなければ始まらない。君、英会話に自信はあるか？ She's not doing well, huh? It's not quite a conversational level, but I think I'm starting to get the hang of it. I've just been looking at reference books. Oh, I've also been reviewing the basic junior and high school level stuff. Oh, すでに自ら取り組んでいたとは感心だな。しかし、独学では限界があるだろう。Right. I was thinking about attending a language school of some sort. そうだな。実際に他人と会話をすることで調達も早くなる。いい判断だ。私にも何かできることがあれば、遠慮なく言ってくれ。力になろう。Okay, thank you. ああ。会話を交わしているうちに約束の時間ちょうどになっていたようだ。さあ。行こうか。Well, first, let's decide where we're going. それなら問題ない。すでにピックアップしてある。Glad to hear it. When did you decide? When did you decide? 今日君と会うことが決まってから、すぐ調べておいた。Of course you did. 最終的には、いささか不本意な人間にまで意見を求めることになったが。Was it Aki's? Huh? まあ、大したことではない。忘れてくれ。まずは、最近話題になっているマカロン専門店に行くというのはどうだろう。マカロンズ？ああ、君ぐらいの年齢の女性は、列に並んでも行きたいという。と、調査した結果判断したのだが、違うのだろうか。 No, you're not wrong at all. I've been meaning to go. そうか。念のため予約しておいたのだが、無駄にならずよかった。What? Did you really? 当然だ。君を並ばせて退屈させるわけにはいかない。Thank you. それで、だな。What's the matter, Kent? その… Yes? 手をつながないか。Oh. 店はここから少し歩くことになる。その間、恋人としてはそうするのが自然なのではないか。もちろん、君が嫌でなければだが。I'd love to. Hello. Not even a question. そうか。君が恥ずかしがらず、率直に感情をあらわにするとは、珍しいな。You bring out the best in me, and yeah, it really is rare, honestly. After going through a few other routes, yeah. That's terrible, Kent. いや、すまない。つい。私の悪い癖だな。もし君を傷つけてしまったなら謝罪をしよう。だが勘違いしないでほしい。君が喜んでくれるのは私にとっても嬉しいことなのだ。
Right. では、行こうか。さあ、手を。Okay. Several hours later. The macarons were really delicious, but... どうした?あの店のマカロンは口に合わなかったかね? Oh, no, it's not that. ならいいのだが、君は特にレーズンが挟まれているものを気に入っていたようだし。Raisins. Oh, wow, you noticed. 何?見ていればすぐにわかることだ。だが、あれには少々ラム酒が効いていたように思う。未成年の君には風味がきつかったのではないか? Rum raisin, of course. A classic flavor, never mind. No, it was delicious. Actually, the way the flavor spread in my mouth, it was kind of addicting. ほう。案外君には上顎の毛があるのかもしれんな。Do you think so? 君が初めて酒を飲むときは、ぜひ私も同席したいものだな。面白いものが見られそうだ。Oh dear. Don't poke fun at me, Kent. 冗談だ。少しだけいつもの君に戻ったようだな。Huh? 両親のことで眠れないほど緊張していたのだろう。少しはほぐれただろうか。Oh, you're right. I do feel a little better. そうか。あの店に行った意味があったようで何よりだ。Wait, did you make reservations for that place because you knew I'd be nervous? ん?あ、ああ、まあ、そうとも言えるな。I see. Thank you. 私らしくなかったか?確かに、私自身もそう思う。まあ、一級の助言に従って選んだ手前、私らしくないのは当然のことではあるのだが。I knew you went to Icky for help, because who else would you go to? Icky gave you the idea? ああ。君は昨夜、緊張していると言っていただろう。それを聞いて、一級に女性が好む甘味は何だと急遽問いかけてみたところ、あの店を勧められてな。急いで予約を。あ、いや、すまない。これでは説明になっていないな。研究結果を発表するときは一人歩きするこの口も、君を前にするとまるで役に立たない。要するにだな、甘くてうまいものを食べれば、君も多少はリラックスできるのではないかと思ったんだ。だから、君の負担を減らせられればと思い、今日はあの店へ連れて行った。これで理解できただろうか。Yeah, I understand. Thank you so much, Kent. いや、私一人の力ではなくて申し訳ないが、君が気に入ってくれたならよかった。だが、その顔を見るとまだ緊張は残っているようだな。I'm sorry. 気にするな。何も謝ることはない。それで、私の家へ向かう前に、もう一つ寄り道をして行ってもいいだろうか。Sure, I don't mind. But do we have the time? 時間のことなら心配ない。うちの近所にある公園だ。どの道通ることになる。この時期はコスモスが咲いていて、それを見に来る人で非常に賑わうらしい。どうだ?興味はないか? Sure. If we have time to spare, I'd love to check them out. そうか。では、少し見ていくことにしよう。自然の空気や色は、心を落ち着かせる作用があると聞く。君の緊張も解ければいいのだが。
Knowing how nervous I was, he put so much thought into this. I appreciate that sentiment so much. But considering our plans for the night, I still can't help but be nervous. Boom. All right, well, I'm going to go ahead and end this episode here for today. Hope you guys enjoyed it. If you want to see more videos from me, then don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching.